アテナは、ロッキード・マーティン社の開発した人工衛星打ち上げ用個体ロケットである。1993年1月に、ロッキード社によって、ポラリスやポセイドン、トライデント等のミサイルの開発成果を生かして、小型人工衛星を打ち上げるロケット、ロッキードローンチビヒクルとして開発が始められた。その後1995年に、 ロッキード社とマーティン・マリエッタ社が合併したために、ロッキード・マーチンド・オーン・チビヒクルと名称が変更され、最終的には1998年のルナプロスペクターの打ち上げから、現在のアテナという名称が用いられるようになった。1995年以降、7機が打ち上げられ、5機が成功している。3段構成の LLVI とアテナアイ、4段構成の アテナ2があり、計画のみではあるが、アテナ2に補助ブースターを付けた、アテナ3というものも存在する。最下段には当初ピースキーパーの初段が用いられていたが、後に変更され、同モータの商用版改良型であるキャスター120が採用されている。上段には、タイタンロケットのユトースで実績のあるオーバス 21D モータが用いられ、最上段には、 オービットアジャストモジュールと呼ばれる一液式、ヒドラジンモーターを使用することで、固体燃料のみの場合よりも正確な軌道投入を行うことを可能とした。また、オプションとして、キックモーターを搭載することが可能であり、ルナプロスペクターの打ち上げでは用いられた。レオ打ち上げ能力は高度 185km のもの。発射台上の LLVI アテナいによる、 スター社員3打ち上げ、ルナプロスペクターを搭載したアテナ2アテナ2によるルナプロスペクター打ち上げアテナ2をもとに観測ロケットやデルタ、アトラス、HE や等の補助ブースターとして実績のあるキャスター4を2本から6本補助ブースターとして用い、打ち上げ能力を増強する構想。構想のみで実現はしなかった。 2008年1月21日にプラネットスペース社が中心となって民間による国際宇宙ステーションへの物資補給を行う NASA の商業軌道輸送サービス計画の第二段階機器にへ提案されたもの。高評価を得たものの契約を勝ち取ることはできず、アメリカ政府関西に異議を申し立てたが却下された。第一段に2.5セグメントの RSRM を用い、第二段に キャスター120第3弾にキャスター30第4弾にオムを用いるという構成を持つ。2010年3月25日にロッキード・マーティンが発表した。アテナアイの第2弾をオーバス 21D からキャスター30に変更した構成で低軌道に7 4 0ラムの能力を持つ。2012年の運用開始を予定している。 2010年3月25日にロッキード・マーティンが発表したアテナ2の第3弾をオーバス 21D からキャスター30に変更した構成で低軌道2 7 1 2ラムの能力を持つ2012年の運用開始を予定しているアラスカエアロスペース社はアラスカのコディアック打ち上げ基地から打ち上げる中型ロケットとして2014年12月に アテナ 2S を選んだ。使用する発射台はローンチパッド1で2014年夏に陸軍のアヒューの打ち上げ事故で大破したが州の保険金を使って復旧作業中である。この修理作業中にアテナ 2S 打ち上げに対応できる回収も行い2015年10月までには作業を終了する予定。アテナ 2S は最大6本の SRB を装備したバージョンで 太陽動機軌道へ 3000kg の打ち上げ能力を有する。2016年末か2017年初めに初打ち上げを行う計画。ありがとうございます。